クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴、佐江島、お前。立てや。やっと手出したな。早よ立て言うとんのや。望み通り、いくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけでキレやがって。やがましや。お前にキレとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。何だと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん。それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ、何が若頭じゃ。兄弟や思える男、見捨てていけるほど俺は人間できてへん。きっちり弟の痛み体で味わうてもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩、楽しませてもらうぜ。ああ楽しもうぜ。何がおもろい。この勝負、俺の勝ちだ。全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。手こずったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。何の話。俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。佐江島への復讐じゃないのか。復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、佐江島大が、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。ん？あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを。お前、そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺のケーキ伸ばして、お前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと。一体誰の差し金や。またお前たちか。佐江島。復
所長さん聞いてくれ、こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。はい。これで仮釈放はなしだ。あと1年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほらこっちに来い。